にもなりますと街がチョコレートで埋め尽くされるんですけれども、スイーツ屋はもちろんチョコとかね売りますけど、なんかバレンタインの日に限ってなんかポツンポツン出す店あるじゃないですか。僕も2年前ぐらいですかね、そこで派遣でチョコ売りをやってたんですよね。いやそうなんですよ。そんな僕が2年前やっとるよ、うん、バレンタインでチョコ売りまくる派遣社員マーモです。よろしくお願いします。